こんにちは、デリシキッチンです。豚バラもやしのケチャップ炒めを作ります。まずは豚バラ薄切り肉 150g を食べやすい大きさに切りましょう。そちらをボウルに入れて塩コショウ少々と酒大さじ1を振りかけてしっかりと揉み込んでいきましょう。そこに片栗粉大さじ1を加え、さらに揉み込んでください。フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、揉み込んでおいたお肉を入れていきます。お肉の色が変わるまで炒めていきましょう。そこにもやし1袋を加えます。もやしがしんなりするまで炒めてください。酒大さじ1、醤油小さじ1、砂糖小さじ1、ケチャップ大さじ4、中濃ソース大さじ2を加えます。全体が馴染むように混ぜ合わせていきましょう。そこにピザ用チーズ1つかみを加えます。蓋をしてチーズが溶けるまで弱火で加熱してください。こちらで完成です。いかがでしょうか。以上、デリシュキッチンでした。